とうございます。それでは、レンさん家に突撃していきたいと思います。コーヒー、ビデオも、はい、おはようございます。おはようございます。もうバッチリですよ。バッチリですか。現役の準備を。あ、一人よう分かったな。うん、あ、どうも、キヤタケレンです。ありがとう。このマヨネーズ冷蔵庫ないから常温で保存できるマヨネーズ。すげえ、なんか男の匂いするな。さっき香水こぼして。男の匂いよ、そりゃ。やっぱ男の匂いするな。姉さんも精神統一。いやだけど今日はコンセプトカフェ。姉さん、よし、行きます。そう、ずっとやってんの。キモいな。2980円、色合いめっちゃダサいねんけどな。夜行バスごっこできんねん。この感じ。夜行バスごっこって言わそう。リクライニングして、リクライニング。夜行バスらしくリクライニングして。はい、では皆様、長い狭い空間ではございますが、しばしの間、はい、ゆっくりとおくつろぎくださいませ。ひどい、ひどい。これレンさんが、ちょっとさっきのワンピース、さっきのワンピース、ワンピース、ワンピース、これはひどい。あ、よかったね、茶色で。茶色でよかった。あの、全然、全然。ごめんなさい。あ、ほら、柔軟剤を水で薄めたものあるからさ。なんて便利なものがある。それな、ゴキブリの赤ちゃん殺せんねん。玉木が来たよ。すごい。すごい？何がすごい？魔法を使って。うん。別の世界に移動させたのかなって、うん、何を。あ、ありふれたものたちを。だってこことかこんなスムーズに玄関入れなかった。そうですね。スムーズに。そう、あの、棚をさらに増やしたんです。それはやっぱ収納が大事ですよね。そうなん、収納するために物を捨てた分買いました。あ、そうそうそう。さすがにそれはちょっとお買えるなと思って。はい、ベッドにまずこのアルミを、はい、敷いてみては、ああ、モフモフするのがいけないんですよ。はい、なのでこれを敷くことによって、メイさんは硬いベッドで寝てるそういうことです、ね。お出かけする時とか、ああ、家出る時、ね、まあ、やバリバリして、はい、ここは良くないんだぞっていうの。ありがとうございます。あと検索して調べたんですけど、ほう、あのお酢で浸してちょっと洗ったタオルが嫌いだっていうのを聞いたんで、お酢タオル作ってくる。あ、ありがとうございます。これもちょっと別の縁に一緒に引いとけば嫌なんじゃないかなと。完璧ですか。オスタオル用に。オスタオル用に。今後ともオスをちょっと引いて。ありがとうございます。わざわざ作ってきていただいて。なんでシナモンロールのさ、そのさ、スシール貼ってやるの。なんて。ちょっとやめて、これ。キヤタケレンの黒歴史。キヤさん、これ、お家でもう中学校の頃から使ってたやつ持ってきたんですか。うん、こっち来てから買った。俺もこれ中学校の時からかな。いやもう。いちいちベッド送るなんてすげえなと思って。いや俺好きですわ。永遠と。シナモンロール好きやん。シナモンロールの隣はモカちゃんって決まってんじゃん。そう、なんか最近新しい可愛いチャラい子が出てきた。そうそうそう、なんやったけども。そうですね。掃除させるためには毎日掃除を心がけさせたいからダメだな。毎日トイレを掃除したらお顔も綺麗になるんだよ。俺みたいにね。皆さんにおすすめしたいのがこちら、アメピカ。こちらね、トイレットペーパーで拭いてもトイレットペーパーがボロボロにならないんですよ。びっくりしません？あ、うちの田舎の祖父母もだよね。たまげておりました。これはたまげる、ほんと。そう、このね、なんか血しぶきみたいな感じですけどね、それを今俺は取る作業をしてます。こうね、ティッシュみたいなやつを取って、よいしょ。という感じですね。で、レンさん、このハロウィン撮っていい？いいよ。ハッピーハロウィンじゃねえよ。おしゃれ。どうぞ大丈夫ですよ。え？携帯投げてきた！え？怖っ！怖っ！セミの格好やな。ポッポー大変だったかな。え、ヤマト魂忘れてないね。怖っ。
やばい、やべえ、特等席、ここ特等席、やべやべ、レジャーシート引かれやな。ここ特等席やばい、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 来たよ、夢の国。あ、うまいわ。分別大丈夫なの？味で取るわ。あ、分別も適当に。お、全部これで受け止めた。うん、ナイス。ではね、次に行きますね。これ、イーくんが、はい、じゃあ開けてもらってね。やった。赤貝のやつですね。くせ。赤貝。赤貝タケノコうまに。こちらね、そぼろ。玉木が買った時。飛んだね、こちら俺がね買った焼き鳥。開けてみる。開けたことある？わあ、シャキッとコーンしか開けたことない。映ってないよ、映ってないよ、トマキ。はい。やばい。いける。すごいゼラチンって感じ、俺のやつ。なんか。おお、行った。危ない。焼き鳥ちょっとあれやな、ぬくめんの寸法。あいだあいだ。一緒にね、いいね。出た。お、姉さんも入ったからこれで。出た。みんなでね、パーティーしていこうと思います。皆様、お手にお箸を。もう気持ち超えてます。まるでお花見やな。お花見やね。したらね、あ、お花見できなかったからね。ほら、ゴミ屋敷に。ゴミ屋敷に。春の風物詩。春の風物詩、ゴミ屋敷に。これ、控えできる。できる、できる、君ならできる。ゼラチン。レンさんならできる。できる。そう、うちの998円のトースターならできる。安い。安い。すごい。お値段以上。マネキンやってっちゃう。はい。わーい。アク？アク。ほんまに？もっとグツグツした方が良かった。あ、でも、あったかいでございます。下絶対冷たいって。混ぜて混ぜて。おい、寝るかいなー。それではいただきましょうか。レンさん、これ下映ってないから部屋めっちゃ綺麗に見えんね。うん、シャンティーだ。上が映ってないからね。そうそうそう、重要やね。うん、上から傾いてるからね。ほら、ぬるいよ。え、ぬるい。もう一回行く。ちょっと一回みんな全部とりあえず混ぜよ。混ぜて。え、ちょ待って、これもしかして竹箱1個じゃ入ってんお前。あ、レンさん家です。そう、さすが赤貝とタケノコだけあるな。ちょっとタケノコもいっぱいあったらもう。で、妹がこうやって寝転びながら携帯でうるさいっていう。エムだよ。
なるよね。直撃の層もめっちゃおもろい。あれは、うん、あれはね、ジャンプでもね、エロい、最高と思った。あとは作画最強やろ、うん、直撃は最高と思って、作画最高です、うん、もう1話目からもうハーハーしてたもん。やばい、これ興奮するアニメやで。各アニメ の各アニメによるキャベツ作画の違いっていうのが挙げられとって、キャベツ直撃の層が最高峰やった。最高、最低なのが有名なキャベツ丸いやつでボンって切れたドロンみたいな、メロンかなみたいな。順番にこうね。いやー、いや、パンチライン、女の子が可愛い、うん、あ、そうなんや、うん、サンリオ堂の、あ、商売ロック、はい、あれも見たい、なんかツッコミどころはあるって。商売ロックずっと前からカラオケでやってなかった、うん、普通にゲームはあるから、うん、とりあえず俺今期全部1話目撮ってみて2話見ようと思ったのがこの辺、うん、直撃と教会の輪廻、あ、うん、輪廻、はいはい、教会の輪廻と直撃とルーミック、ルーミック、うん、安定よ、安定よ、うん、サンリオのそれはなんか盛り上がれへんかった。キャラデザめっちゃ可愛いんやけどね。キャラデザアニメのままほっといてほしかったね。急に 3D になるからちょっとげんなりした。そうなんや、なんか見てないな、なんかほんまに急にピクサーみたいな、ディズニーピクサーみたいな、いや、すごいけど、ミニキャラになるんじゃなくて、ミニキャラになるときにピクサー調になるんですよ、はい、モンスターズインク見てる気分になってきます。なるほどな。でも人間に戻ったらダイになるんで、うん、それはいいわ。ちょっと目が疲れます。たまちゃん、カニやで、カニ入る大変戦争やで、カニ舐めるか。大丈夫大丈夫、俺らがむしろよこせよみたいな。ハイエナ、ハイエナのようだ。あったら食うでも、あったら食べる。あ、その刺身食べるやで。そう、今日はですね、カニを食べに行きますよ。カニドラゴンね、食べに行きます。どれどれ、ピーチピッチ、なんとケーキで。わお、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様方もおはようございます。経費って素晴らしい。来年の春もできるといいね。うん、経費でとかカット。皆さんからの愛で食べれるわけですから。ありがとうございます。美味しいです。やめなさいその手。やめなさいその手。美味しいです。みんなからの愛が缶詰にたっぷり詰まってるよ。うん、缶詰美味しい。美味しい。そうにしよう。缶詰作ろうや。缶詰は作る？やっちゃいます。イークの顔とか書いて。そう。サバ、レンさんサバ選んだからもうサバ。あれ焼き鳥ってな。で、保存できるからいろんなとこ持っていけるし。そうね。備えあれば嬉しいなやな。ちょっと違う。これ初めて聞いた。ちょっと違う。備えあれば嬉しいな。嬉しいな。嬉しいな。